はい、どうも竹下敦です。すごくご近所の話で申し訳ないんですが、今ね、ご近所で新築工事をやってまして、最初にね、わざわざご挨拶に来ていただいて、建築会社の方が、でまあ、工事始まったんですけど、まあ、最初解体で重機入るわけですよ。でその時は全部外国人のね労働者の方々で、まあ割と私はあんまり外国人の方にこう、まあ、偏見がないって言ったら変ですけど、へいみたいな、はいみたいな感じで、まあそこそこ仲良くやってたんですね。でまあその後来た業者さんが正直すごい感じ悪くて、うちは市道なんですよ。こう奥に入ってて、車止めるのはいいんですが、止めるなら止めるでね、一言止めさせていただいていいですかというのがまあ筋だと私は思うんですね。でうちも建築会社ですから、私が監督をやってる頃は車を止めちゃったら、まあ、こういう筋の方にね、まあ、呼ばれまして、君はね家のうちの前を駐車場代わりに使ってるけどどういうつもりかねって言われまして、まあ、結構怖い思いもしました。でここら辺一帯はね、まあ、昔から住んでる方が多くて、でまあ入れ替わりが当然あるんですけど、一番昔から住んでらっしゃるのが、うちのお隣さんで、まあ、すごく面倒見のいい方なんですけど、何かね、まあ、警察の方から何か大きな事故とか喧嘩とかそういうようなことがあったら竹下さん率先して行ってくださいって言われてるんですね。まあ、一応刃物とかまあ刺したりとかしないですけどね、一応先に手は出さないですけど、一般の人に何か危害を加えられたら防御できるのはこの辺だと、私だと警察の方が、おっしゃられて、でここのとこ来てらっしゃるね職人さんたちはすごくね穏やかで、朝今日はどんな作業するのって聞くと、今日はこんな作業します、ご迷惑をおかけしますってきちっとね言ってくださるんですよ。で、ね、なんとなくこう安心するじゃないですか。ね、どっかのお宅とどっかのお宅がこう喧嘩になっちゃったりとかしたらやっぱり嫌ですから、いつも気をつけてます。でうちの前のずっと市道はアスファルトなんですけど、ローラーね、普通の道路なんかにかけるローラーでガーってこう押したローラー、アスファルトじゃなくてこう巻いてどん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 ってやっただけのローラー、アスファルトなんですよ。なんで重機とか入っちゃうと石と石がこうつながってた部分がポロポロ取れてきちゃうんですよ。で基本的にこの解体したり工事したりするした後は水をまくのは基本なんですね。結構な量の水をまくんですよ。普通の道路なんかよりもはるかにね
あのどっちかっていうともう土に近いようなアスファルトなんで、あの水をまくことでまたその次の日の朝までにこうちょっと接着されるわけです。で一昨日かな、一昨日ちょっと帰ってきた時にあまりに道がうねっちゃったんでね、これ良くないなと思って水を結構な量撒いたんですよ。でちょっとまあまばんばんばんってやってこう整えて、でお迎えさんがねすごくいい腕のいい車間屋さん、壁を塗るね車間屋さんで、まあそれを見ていたのか今朝元気よくお疲れさんと言っていただいて、まあちょっと嬉しいですね、そういうことがあるとね。でも建築自分がバリバリでやっていた時とはすごく物事の進み方っていうのは変わったんだなとは思いました。まあそこの会社の方針なのかどうかわからないですけど、監督さんっていうのがいないんですよね。なんで余計なお世話なんですけど、その職人さんのおトイレどうしてるのかなとか、タバコ吸うんでもね、結局そのお施主さんの敷地内で吸うっていうのもまたそれお客さんの商品なわけじゃないですか。なんでよかったらね、うちの、ガレージのところで吸ってもいいですよ、ご飯食べてもらってもいいですよって言いたいんですけど、監督さんがね来ないことには勝手にねそんなことちょっと出しゃばりになっちゃうんで、まあどうしようかなと思ってるんですけど、まあ今のところすごく順調に工事も進んでるみたいなんで、安心してます。音もねそんなに大きな音が出すわけでもなく、静かにこう粛々とお仕事されてるんで、どうもご苦労様です。そのうちね暑くなったら、ぜひ、まあ、よろしければうちのガレージで涼んでいただいても結構なんで、ただあんまり汚さないでくださいね。まあその辺はね皆さんわきまえてらっしゃると思いますけど、そんな感じで、玉包はねいいところですよ本当に。ちょっと最近ね残念なのがね、道にタバコをねポイ捨てする姿を見ます。でそれポイ捨てしたのも私拾って歩いてね自分のところで処分してるんですけど、それをいいとよしとする方とね、その誰が吸ったか分かんないようなタバコをそもそも触ることがその不潔だっていうふうに思われる方と、まあいろいろだと思うんですけど、私は街がきれいになればね、そこが汚いからそこに物を捨てるっていう、そういう理屈ってあるじゃないですか。すっごくきれいな整ったところに吸ったタバコをポイって捨てるのはこれは相当おかしな人ですよね。ただみんながポイ捨てしてるような空間だと、じゃあ俺もいいかってそういうふうに思っちゃうのが人間の心理じゃないですか。だから玉包はねそういう街にはしたくないんで、私はポイ捨てしませんし、ポイ捨てされているタバコを見つけたら自分の携帯灰皿に入れて、で私が燃えるゴミの日に処分しています。まあ、そういうことをね
まあ皆さん忙しいですからなかなかできないん で私はねこれあのスタジオの管理人やってるんで、まあ時間もありますし、日々そんなようなことをしながら、暮らしております。10時42分そろそろお昼の準備でもしようかな。それではまた、see you soon です。